いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年モデルのメルセデスベンツ S300 ハイブリッド AMG ラインをご紹介させていただきますまずお車の状態からなんですけれども走行距離まだ1万キロのお車です目立つような傷凹みとはございません若干ですね後部座席の左側ドアノーブの部分に少し傷があるんですけれどもそれ以外大きな傷はございませんのでご安心いただければと思います はい、でこちらの S300 ハイブリッドなんですけれども2015年よりデビューしたモデルとなっておりますいわゆるディーゼルとハイブリッドの組み合わせとなりますのでかなりの高燃費を実現できているお車となっておりますなおかつ AMG ラインですのでいわゆるスタイリングパッケージが装着されておりますかなりスポーティーなデザインですあとはです、ね、こちらのお車に関しましてはラグジュアリーパッケージが装着されておりますサンルーフとです、ね、快適装備が満載なお車となっております、はい、では続きましてリアのデザインのご紹介です リアの方ですすね S クラスらししく非常にに美しいデザインになっておりますもちろんトランクの方もフットでオープンできますしもちろんこのままやっていただいてもすべて電動で開け閉めが可能になっておりますでは続きましてエンジンルームとスペックのご紹介ですでこちらの S300 ハイブリッドですね2.2リッターの直用のディーゼルハイブリッドエンジンとなっておりますで馬力は204馬力ですねモーターと組み合わせて走りますので非常にパワフルな走りを実現できております では続きましてインテリアのご紹介ですインテリアはベージュレザーですね特に目立った汚れ傷等ございませんダッシュボードの部分はブラウンのレザーが使用されておりますでステアリングの方もですね、m g のスポーツステアリングになっておりますので非常にグリップしやすい形状になっておりますエンジンの方ですね、かけていきますはい、ハイブリッドですねまあ、この状態でもうエンジンはかかってるんですけれどもある程度パワーを出すとしっかりとエンジンがかかるようなシステムになっております もちろんパドルシフトをついておりますし安全装備ですねディストロニックプラスとしっかりと装備されておりますナビゲーションの方も S クラスらしくですね非常に大きなナビゲーションですので見やすいです360度カメラがラグジュアリーパッケージは装備されておりますヘッドアップディスプレイがオプションで装備されておりますエンジンコンジコトロールールドですねスポーツと エコモードを切り替えできますしあとはエアマチックのサスペンションを搭載しておりますので、まあ、快適な乗り心地を実現しつつスポーティな走りもお楽しみいただけるお車となっておりますそうですね、ラグジュアリーパッケージまたこのサンルーフも装備されておりますもちろんスライディングもできますはい、ラグジュアリーパッケージ付いてますとかなりお車のドライブも快適かと思いますでは続きまして後部座席のご紹介です後部座席の方ですね S クラスらしく本当に広く取られております ラグジュアリーパッケージですと後部座席にもシートヒーターが装備されております気になる車内の匂いなんですけれども特にお煙草の匂いとはいたしませんのでご安心いただければと思いますでは今回は2015年モデルの S300 ハイブリッド AMG ラインをご紹介させていただきましたお車の状態も非常に良好な一台ですしラグジュアリーパッケージもしっかりと装着されておりますかなりの高燃費を実現しながらも S クラスらしいですね乗り心地は健在なモデルとなっております 非常に弊社でも人気の高いモデルとなりますのでお探しの方はぜひともお早めにお問い合わせください。よろししくお願いいたします。